さあ、今回はセブンイレブンの半額で手に入れた超辛そうなラーメンをご紹介します。鬼くれないっていうラーメンらしいですね。冷麺じゃないですか、ラーメンですね。で、辛さがどうも5辛、鬼くれないらしいですね。まあこのくれない監修って言ってますけど、私行ったことないのでわかりませんが、とても辛そうなラーメンですね。まあこれはね、店舗の辛さレベル表ですって書いてありますね。辛み成分が強いので、小さなお子様や辛みの苦手な方の飲食には十分ご注意ください。めっちゃ辛いらしいですね。はい。で、まあこういう風にね、乱れ切り麺使用って書いてある。ことね、太さの異なる3種類の麺を使用していますっていうことで、わ、これすごい辛そうなラーメンだなーっていうね、そういうラーメンですね。まあちょっと開けてみます。で、ここに仕上げの小袋っていう、なんか辛そうなやつありますね。鬼ってこれ鬼滅？お、赤そうですね。はーい。まあ中身はね、何もこう普通のカップヌードルって感じですね。どっちかっていうと、まあカップヌードルじゃないですけど、ちょっとお湯入れてきます。お湯入れてきました。私少なめ好きなんで、好きなめに入れてます。で、ちょっと蓋して待っておきますね。じゃあ、次の動画で、開けた中身を開けた、辛そうな麺の動画、また再びやりたいと思います。はい、すっごいカミカミです。では、次回の動画でまたお会いしましょう。